はい、戦国武将紀行太田源五郎、この源五郎さんはですね、戦国時代の方なんですが、北条氏の、一応家臣ということで、あと岩槻城主ということなんですが、幼名が国政丸、つまり太田国政丸って言った方がいいかもしれませんよね。実は北条氏政の子供でですね、もう一人太田氏房という方がいるんですが、源五郎の弟、要するに源五郎と国政丸は同じ人物です。国政が結局幼名ですから、幼名ですからね。で、源五郎と名乗っていたんですが、源五郎というのはその太田家、岩槻太田氏の後継ぎとか長男に与えられる名前ですので、源五郎と名乗って、正式な名前がちょっとはっきりしてないんですけど、それでその弟のですね、氏房と同じ人だと考えられてたみたいですけど、なので当主にもなる方なのに、源五郎ですから、間違いなく岩槻太田氏を名乗ると、当主、岩槻な、太田氏を継承するという立場であったはずなのに、ちょっと名前がねないっていうのも変ですよね。意味のとかちょっと分かってないみたいですけども、いずれにしてもこの源五郎はあまり長生きしてないんですよね。20歳前ぐらいで亡くなってると思いますけど、さっき幼名はね国政丸ですけど、もう国政丸っていうともうね北条の名前ですよね。だから他でも話してますけど、北条氏のいわゆる婚姻政策ですよ。太田家を乗っ取ってしまうと、自分の、これ北条氏政ですからね、父親が、北条氏政が自分の子供を、新九郎氏直源五郎だから三男ぐらいの方だと思うんですよね。三男だとすると、その三男をですね、太田家の、養子に送り込んでですよ、これまた得意の、大石氏とかね、大石宗久、大石氏輝、北条氏輝ですよね、養子政策ということで、それで、太田氏、太田氏って言ったらもう上杉のもう一番の番頭さんですからね、家臣ですから、それを乗っ取ってしまうというところで、北条の力がどれだけ強くなっていったかと、この時はですね、太田氏もその助政公のところでも話してますけど、結局意見が合わなくて分裂しちゃったり、親子で争ったり兄弟で争ったり、ちょっと一枚岩じゃなかったという時期もあったんでね、そういう意味では川越と江戸もそうなんですけど、その全体的に道灌公がいた時とは全く状況が違いますから、でしかも主家のですね、大仁月上杉家 も川越城の野戦以来ですね、もう衰退してしまって、引き継いだ方はいるんですけども、友貞公とかね、友貴公とかいたんですけども、やっぱり弱体化しているのはもう間違いなく、太田家も結局、この方は北条氏の出なんでなんとか分かりませんけど、結局太田を継いでもその家臣たちもですね、やっぱり太田道灌公を死に追いやった、主家とは言ってもですよ、どうかに何か非があったわけではないと思いますしね、非があったというか、直接主人を手をかけようとかそういうことじゃなかったですから、自ら出向いていったわけですからね。そういう意味では鬼月の当主の貞政公を憎んでいたかどうかはちょっと分かりませんけど、家臣団としてはですね、当然鬼月上杉というのは信用できないと。だから鬼月離れた家臣や太田家の関係の人は多いですよね。ですから先に山内上杉と鬼月上杉が日本、大きい家がありますけど、上杉氏の中でも鬼月上杉は早いうちにですね、弱体化してしまいまして、山内上杉あっての大仁月上杉でしたから、身内ではもう争ってる場合じゃなかったんですよ。でもそれを何十年もね、特に上杉秋貞公なんかもう何十年慣例やってたんだっていう方もいますから、そういう意味ではちょっとその太田家もですね、複雑な状況だったのは間違いないんですけども、ましてこの養子でですね、この源五郎氏も氏政公の子供とは言ってもですよ、子供のうちに送られてますからね、そういう状況もよくわからないな、与えられた地位がね、殿様っていうか岩槻太田城主ですよ、城主っていう地位を与えられて、ですから18ぐらいですかね、今日早く亡くなったんですけど、それでその弟の氏房が出てくるんですけども、ちょっと氏房はね、また別に話したいと思うんですけど、だから要はこの国政丸から源五郎になって、順調にいけばその後ですね、継ぐはずだったんですけど、ごめんなさい、今ちょっと資料見ましたら、生まれが1564年頃らしいんですよ。
で、亡くなったのは天正10年ですからね、武田家が滅んだ1582年ですから、あ、やっぱりそうですね、18歳ぐらいで亡くなってるみたいですよね。ですから、まあ、ちょっとね、まあ、正室に結局助政公の子供の氏助公の娘をいただいてますから、まあ、得意の北条のですね、要するに娘婿っていう感じで太田氏を名乗ったわけですよ。ですから、まあ、太田家のその子供とこの、源五郎のね、子供はいなかったと思うんですよね。まあ、18でいなくもないんでしょうけど、まあ、一応記録はないみたいですけど、まあ、その子はみんな太田氏の血も継いでるし、北条の血も継いでるということで、まあ、皆が納得するというところで娘を押し付けるという感じなんでしょうけどもね。まあ、いずれにしてもこの太田源五郎という人ですね、活躍がちょっと見られないまま亡くなってしまったということで、まあ、岩槻太田氏の中でも一番短い方だったと思いますね。年齢も若いですし、あとは弟の氏房にということで、また氏房の方でちょっと話をしたいと思いますね。北条家からですね、養子できた、北条氏政の子供で、北条、太田源五郎、改め、名前分からずです国政丸、改めですね、幼名、源五郎さん、はい、ちょっとここも場所がないんで、岩槻城黒門からでした。